サトシ仲本って誰？こんにちは、暗号資産女子のゆなです。はい、今日はですね、サトシ仲本ってあんなサトシ仲本って誰っていうことをお話ししていきたいと思います。2008年に世界で初めての暗号通貨が生み出されました。これが以前の動画でお話ししたビットコインです。で、これを作ったとされるのがサトシ仲本さんらしいです。ですね、これ今なんでらしいって言ったかっていうと、サトシ仲本さんっていうのは実は、今2021年時点でまだね、本人を誰も確認できてないからなんですね。2008年に初めてビットコインが、登場したんですけど、どうやって登場したのかっていうと、ある一つの論文がネット上にポンって出てきたんですね。で、どういう論文かっていうと、ちょっと調べますね。ビットコイン、あ、ピアトゥーピアエレクトロニックキャッシュシステム。ちょっとかっこよく言うと、あ、言えなそう、やめよう。っていう、まあ、論文が、ネット上に公開されました。で、この論文を見て、いろんなエンジニアさんとか、まあ、頭のいい人とかが見て、何この論文すごいじゃんって、もういろんな人が感銘を受けて、それで作られたのがビットコインなんですね。で、この論文っていうのがすごい短くて、たった9枚しかないんですよ。その9枚の論文の中に、もういろんな知識とか技術のことが書かれてて、で、今こんなにも、まあ、話題沸騰中というか、まあ、世界中に衝撃を受けさせた、まあ、論文なんですね。で、どういうことが書かれてたかっていうと、ブロックチェーン技術っていうものを使えば、ピアトゥーピアの送金の仕組みが作れるよっていうことが書いてあったそうです。ちょっと、全部英語なので、詳しく、知りたい方は、ぜひ、ビットコイン、サトシ、仲本、論文とかで調べたら、Google で出てくると思うので、見てください。9ページだから、英語好きな方は読めるんじゃないかなって思います。この論文買ったことによってビットコインが生まれたよっていうことで、ビットコインの生みの親がサトシ・ナカモトって言われてます。で、このね、これめちゃくちゃ面白いのが、このさっきも言ったん、あれ言ったっけ？サトシ・ナカモトってまだ誰かっていうのが判明してないんですよ。世界中で。どこ探してもサトシ・ナカモトっていうのは分かってなくて、一見日本人っぽいお名前ですよね。ナカモト・サトシって。だけど日本人か分かってない。海外の人、アメリカ人かもしれないし、フランス人かもしれない、イギリス人かもしれないって、誰か分かってないんですよ。国籍が分かんない。しかも男なの女なのっていうことも分かってないんです。誰か作ったかって分かってないのに、こんな世界中で影響を与えちゃってるんですね。もうすごすぎですよね。で、今もなんか探してるらしいですし、自分こそがサトシ仲本ですって、まあ嘘なんですけどね、っていう人も出てるし、私が生きてるうちにサトシ仲本さんが出てきたら、もうめちゃくちゃ面白いなと思っていや、いつか見たいですね。ぜひ我こそがサトシ仲本って人いたらコメント待ってますで、私的にポケモンが好きな海外の人なんじゃないかなってちょっと思います。サトシ仲本だし、まあでもいろいろ調べていくうちに AI なんじゃないかとか、あとは実はその中央集権の会社が中央集権じゃないように仕向けるために、サトシ仲本っていう架空の人物を作って、ビットコインのその論文を作ったんじゃないかとかっていういろんな諸説があるんですけど、まあ今のところ2021年時点では分かってないです。でも本当さ、もうこの誰かわかんない論文が世界中に広まって、でそれが今や世界を変えちゃうような技術になってるっていうのが、もうすごい、私的にはすごいロマンがあるなって。サトシ仲本さん、もう注目ですよもし我こそサトシ仲本さんっていう人いたらコメント待ってますということで、今日はサトシ仲本って誰っていうことでした、まあ、結局結論としては誰かまだ分かってませんけど、いつか
見たいですね。この動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメントやシェアも待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。